俺レベ7はやっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。さあ、どんどんやっていきましょう。レッツゴー。おーいえー、オープニングからスタート。あらら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 、あぶねー。ミュージックオフミュージックオフ、オフにしないといけないんだよ危ないんだよ。オッケーです。あの曲はね、あのいつもあのオフにしておりますので、そこからあの音出ますからね、あのよろしくお願いしますということでね。いやー、すごいな、めちゃくちゃ盛り上がっとるな、本当に。今ぶっ続けでね、あの4話から見ておりますけど、熱いな、めちゃくちゃ熱いな、本当にやばいよ。回を重ねるごとに段違いでおもろなっとるわ。すげえわ。これみんな毎週我慢してね、あのいいところで終わってっていう状態だったやろ。なんかちょっと俺ね、あの見れなかった期間はもどかしかったんだけど、うん、よかった。溜めて一気に見れた。本当によかった。ではコメントで、だからちょくちょくね、あの2期飽きちゃったのかなみたいな心配してる人いたんだけどもね、飽きるわけないじゃない。俺のあんだけの熱を見て、俺基本嘘言わないから、嘘言わないから、なんかこれ変だなと思ったら俺言うしね、はっきり言うから。でめちゃくちゃ楽しんでるよ、俺こういうの大好きやもん。それがあのちゃんとした作りであればあるほど大好きなんだよ。作画うんぬんはもう本当にね、当たり前にいいとして、さらに設定がね、凝ってんだよな、凝ってんだよ、すごくいい。失礼します、犬飼君。どうした、これをご覧ください。お、先日 C 級ダンジョンのレイドで6人が戦死した件です。おお、ついに来たか。 D 級と E 級のハンターでした。いきなり逃げ出したんだろう、よくあることだ。お、それが逃げ出すどころかボスを倒して出てきましたはい、そうですね。 D 級の諸菱健太ハンターがかなり高価な装備をつけていたため決して不可能ではないのです。何が言いたい。そっちに、その程度の疑念は調べられるはずだ。スポットが当たる。諸菱、もう一人の生存者がこの前の二重ダンジョン事件で生き残った水篠俊ハンターだったんです。もう繋がっちゃう。水篠、おお、やばいね、もう繋がっちゃうやつ。しかも死んだ6人のうち1人は右京隼人ハンターでした。おお、あの右京正人ハンターの兄か。それは確かに引っかかる。ただいま。おかえり。やばいね、お土産フライドチキン。広がりそう。なんかいいことあったの。いいことなのかどうかはまだわかんないな。人ぶっ殺した。母さんの治療費と生活費はちゃんと抜いてあるから。いいこととは言えねえ。ボス倒したのはいいけど。珍しいじゃん。そういえば、こないだのってどんな感じだったの？ん？レイド。地獄。調子多かったんでしょ？その割にあんまり怪我してなかったから。いや。強かったのかなって。仲間がゴミだった。そうだな。もう一人はめっちゃいいやつだけどな。気をつけるの簡単だったんだ。簡単ではあったね。確かに簡単だ。簡単ではあったすね。しかもさ、ともかく、はい、あの瞬間俺には少しのためらいもなかった。うん、むしろお前ごときがこの俺にとさえ。おお、だいぶ以前なら間違いなく逃げる手段を探したはずだ。うん、レベルアップしたことで気が大きくなったのか。おお、だが相手はモンスターじゃない、人間だぞ。まああれはいいやろ。お兄ちゃん大丈夫？具合悪いの？お釣りをもらい忘れた気がしたけど勘違いだった。はもうびっくりするじゃん。まあ怪我ないところからしてすごいよね、進化が。今はいい、大事なのは家族のために強くなることと死なないこと、うん、おっしゃる通り。また同じ状況が来てもやってやる、それが大事や。なんだ、有害成分。おお、あ、解毒。ああ、そういうクソウケんな。え、もうめっちゃ強いな。また太ったって騒ぐなよ。酒飲んだら有害で消される。おもろいな、飲み会ではもってこいだね。ウコンの力より強いわ。全く酔えないシステムの特殊能力がアルコールを分解してる。困ったな。何かの効果か祝福、健康な日々。何それ。損傷した体、毒性および異常の免疫。何でそのままゲット。これだ、クエスト報酬。二重ダンジョンの時の報酬。おお、いろんなことが起こりすぎて確認してなかった。うわー、そんなさらっと再生したのもこれのおかげだったのか。さらっとエグいのもらってんな。まだわからないことが多いな。お、うん、なんじゃらほい。諸菱さんって人から電話だけど。自分から？ほう、関わりたくないだろうに怖くて。飲みすぎ、体に毒だよ。俺は大丈夫だ。
残念ながら大丈夫なんだよな。一緒になっても見てやんないから。いい子やね。急に呼び出してしまって。また会うとは思わなかった。俺も嬉しいです。水篠さんは命の恩人ですから。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。俺も魔法石を譲ってもらえて助かったよ。それに君はあの時のことを黙ってくれてる。おお。あれはあいつらが先に殺そうとしてきたんじゃないですか。うん。正当防衛です。それで要件は。いいやつだな本当に。水篠さん、実は僕攻撃隊を組もうと。断る。え、あ、それで。あの。とりあえず最後までボンボンのお遊びに付き合うつもりはない。うん、20、いえせめて19回だけ。19回、まさかギルドマスターに。ほ、話だけでも聞いてください。19回でも多くね。多くね。おお、それで。はい、お察しの通り僕はギルドマスターの免許を取りたいんです。はあ、はあ、はあ、そのための条件の一つがレイド経験20回以上のハンターであること。ああ、その1回目でした。地獄だな、1回目で。ために勉強だけはしてきたので。そっか。そういう意味での1回目か。実践は。かわいそうやな。諸菱建設の次男だっけ。ギルドマスターになりたいのは会社のためです。うん、おお。実は父がギルドを作ろうとしてまして。ほうほう。諸菱建設がギルド。はい。でかいもんなりそうやな。金でいっぱい人集めて。それだけ多くの宝が眠ってもいる。そうか。魔法石やマナ鉱石はその一部にしか過ぎず、上位モンスターの死骸は様々な材料に使われる。そっか、会社としてはダンジョン内にあるもの、全て金になると言ってもいい。どう、つまり会社所属のハンターにダンジョンを攻略させ利益を得る。はいはい、自給自足が目的か。その通りです。父は S 級ハンターをマスターに起用し、副マスターに僕の兄を置いてギルドを企業のように回そうと。 S 級って国内に7人しかいないんだぞ。すごっ。しかも唯一ギルドに加入してないミノベゴーハンターはすでに引退してます。まさか他から引き抜くつもりか。やめておいた方がいい。引き抜かれたギルドからの恨みを買う。当然だな。覚醒者じゃないのでマスターにはなれません。それで君が経験を積んでマスターに。お兄さんと争って、水篠さんも実力を隠しながらレイドに参加するためには仲間が必要ですよね。僕もランクの高いハンターと組むより E 級ハンターを連れてレイドを成功させた方が父を説得しやすくなります。うん、水篠さんは B 級、いやそれ以上の力がある。人選びを誤れば命の危険も伴うが、うん、水篠さんなら。大正解やな。勘は合ってるよ。これをギルドの事務所にする予定の建物で、現時点の推定時価は30億。やばっ。水篠さんにご用意するレイド報酬です。 C 級レイド19回で30億。わお、飛びつく額だ。わお、いいよ。これだけレベルアップできる状況では話が違う。うん、このまま成長を続けられるのならいつかはレスキュー。うん、それ以上だって狙えるかもしれない。はい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 。それを考えると30億は端た金だ。やべえな。レベルアップの能力が俺自身どう影響を及ぼすのかわからないまま他人と組むのはリスクだから。そっか、もろもろ含めてな。待ってください。協力してもらえれば水篠さんのことは一生秘密にします。おお、これは脅しだね。裏を返せば。うー、それを言わないといけないっていう自分が恥ずかしいやろな。資料を持ってきてくれ。おお、うわ、出た。お持ちしました、ミスターウキョウ。音じゃ。兄貴が殺された。それは何か確証。資料は。はい、こちらに。諏訪部さんに言うとな声。ローラ、俺がよそで人を殺したらどうなる。いや、よっぽどそうか。本気ですか。ハンター犯罪における引き渡し条約が締結されている国であれば現地の方で裁かれます。おお。ですがそうでないならば本国の方で裁かれることになります。やる気満々グローブ。つまり政府との交渉次第では減刑も可能かと。スケジュールを調整してくれ。突然の予定変更はギルドの業務に支障をきたします。いつまで埋まってる。しばらく。怖いね。その後でいい。押さえておけ。かしこまりました。強いんだろうね。予定に入れておきます。 D 級ハンター諸菱健人、E 級ハンター水篠修。いやー、 D を狙うわな。それまで生きていることを願うばかりだ。厄介なのに目つけられたな。だるだるつるね。お前が
体を動かすなんて珍しいな。勉強ばっかしてると体に悪いでしょ。え、チキン食べ過ぎだろ。そうなるよね。はい、そうなるよね。本当にそうなるよね。いいね、こういうところで走るの。もし30億手に入ったらどうする。急に何、お母さんの治療費と大学行こうかね。おお、それやん。目先で貯金わかんないよ、現実味ないし。そこでお母ちゃん何とかせな。だよな。お前は自分のペースで来いよ。え、ちょっと、お兄ちゃん。早い、体力爆上がり。急でもハンターね。おお。はい。いや、いえ。これ何を言いにしたの。おお。どうして目標以上の距離がカウントされてるんだ。どういうことだってばよ。全くわかんねえ。コメント欄で助けていただけると。どこまで行くのか試してみるか。お、体力の限界を超えているってことかな。やっと追いついた。からの。それでレベルアップに繋がっていくのかな。もっと超えて超えて体力増みたいな。まあ体力増かな。レベルアップ通過。ちょうど2倍で止まった。おお。なら残りも。おお。どうなるんだろうその後。おお、デイリークエストがシークレットクエストに変わった。おお、面白い、はい、選択式のランダムボックス、めっちゃおもろい。まあ、まずは祝福されたランダムボックスだよな。おお、何がもらえるんだろう。でも超ワクワクするんだけど、やば。何、何これ、鍵？また鍵？ほう。悪魔の城。入手難易度 S。 やば。なに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 。なに、強力な魔力で万病を治す。命の神髄。うわ、お母ちゃんを。うわ、金もクソも関係ねえや、もはや。そらすげえわ。バテラさんも欲しがるぞ、そんなの。ちょいちょいハンター出てくるけど。命の神髄とやら本当にあらゆる病を治せるのだとしたら、やばいね。決まっている。狙うしかないね。いや、盛り上がってきたな、また。かっこよ、エフェクトかっこよ。難易度がダンジョンと比例するのなら、これで開くダンジョンの S 級。え、いいの？としたら、中にはあの S 級ハンターたちが失敗した可難島レベルのものが待っているということになる。え、大丈夫だろ、早くね。 C やったばっかやろ。無理ゲーだろ。B、A 飛ばして S。 そんな次元の異なる怪物たちに今の俺は通用するのだろうか。ちょっと気が大きくなりすぎやな、マジで。ヘビの時はうまくいったけど、これ無理やぞ、舐めすぎや。怖くないと言えば嘘になる。うん、俺なら漏らしてるわ。本当に危ない時はインスタンスダンジョンで使わなかった機関石を使えばいい。おお、まだ持ってんのか。いっぱい溜まってそうだけど。出たー、ゲルベロス。諦めたらそこまでだ。いや、えぐ。もっとレベルアップして全てを取り戻す。4話の犬と比べたら可愛いもんやな、あんなの。ところで生き耐えてたまるか。まあ、経験値は結構得そうだけどな、逃げれたら。ポケモン方式で言えば殴って帰って経験値みたいな。おお。いや、作画がいいっすね、綺麗。あ、でも特殊効果でダメージと麻痺いけんじゃないの。ほぼダメージがない。召喚の効果が適用されていて、これか。おお。ああ、これが先か。うわあ、打ち返した。そうか、雑魚にしか通用せんか、そんなもん当然だ。お、ダブルで弾いた。ダメだね、異常状態つかない。売れゲーじゃね。取られたぞ、取られたぞ、これ。はい、取られた。ナメプがすぎる。あ、やばいね。まあ、戻れ戻れ戻れ、あかんあかん。石石石。いや、もっと早くに気づけたよ、全部聞いてないんだから。うわ、かっこよ。うわ、はや。うわ、この演出うまいな。はやって思ってる感じがいいよね。
早い。おお、まだやるか。まあ試すことがまだあるつことやな。あー、痛い。だが入らない。入ったけど入らない。かっこよ。いや、めっちゃ戦闘シーンかっこいい。うわ、もう裏早い。だいぶ早いな。鳴り続ける警告音は草。だいぶやばいね。帰らないのね、お兄さん。死ぬよ、死ぬよ。おお、何何、スキル何、 50% 以下切ったからなんか強くなるの。バーサークモード何。おお、もう英語だから読めねえんだよな、マジで。そこだけこの作品難点なんだよ。やはり危機的状況を伝えて死なせないようにしているのか。おお、俺がプレイヤーだから、こんなものどう考えたって普通の再覚醒じゃない。うん、せめて3分でもありがたいね、これは。状態を耐え抜けば。いや無理だ、危険すぎる。使うしか、うん、爆霊だよ、爆霊。ああ、遅かった、判断が遅い。うわお、追撃あかんねえやば、こうやって生き延びろって言うんだよ。モロパン食らったら死ぬぞ。あと数発くらいは終わりだ。うわ、腕が何か方法は。忘れてた。おう、おう、回復が3つ購入、うん、飲み3つ購入。お金持ち、匂い、はい、1つでたった100か。しょぼ、こんなんじゃきついな。毒、こ、飲みすぎ、体に毒だよ。俺は大丈夫だ。うん、やるしかない。え、何すんのこれ、毒飲むの。これでなんかバースタックすんのこれ。なんかこういうのね、アサシンとかラグナロクではあるけどな。ほう、よし。おう、何が起きたのねえ、わかんない、何が起きたの。おお、また食らった。腕やられてもすぐ生えてくるのもすごいな。動ける、何これ。おお、なんか食らってる。おお、おお、じゃあ今が攻め時。え、これ倒したらレベルアップ具合やばくね。もらえるアイテムもそうだけど、ここでもすでにあのもらえるの、お母ちゃん治す薬。おお、いや本当にこれ作画いいな、映画やな、マジいいわ、うまい、描き方がうまい、こういうのもこういうのも全部うまい、本当にうまい。死にかけ、死にかけ、あかんわ、あかんわ、大丈夫、ねえねえねえ、あー、いやー、いたー。うわ、これダメージも死んだやろ、これ。なんでまだいけんの、残り100何個だらこれで死ぬべ。いたー、えぐ、おお、すげえな。まあまさに一種のバーサークモード入ってるな。おーおお、血の雨、マジか、マジか、やるね、やったのかい。え、すごくね、マジで。え、でも死ぬ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 、死にますよ。まあそうなるよね、そうなるよね。おお、でレベルアップで一気に回復だ。あぶなあ、あぶなあ、ギリギリすぎるな。タトゥーンもびっくりのギリギリの戦いやな。ようやるわ。お、入手アイテムか。うん、鍵からの鍵。これはケルベロスが守ってたもんなのか。おお、なんだなんだこれ、お目当てのもんか。いや違う、なんだこれ、何、命の浸水の。うわ、すごい、そんな感じなんだ。あ、あー、めんどくせ。今回で自分の力量が分かった。そっかそっかそっか、いっぱい詰めなあかんのや。入れば確実に死ぬ。おお、門番だもんな、所詮。近いうちに戻ってくる。おお、さすが。必ず。よかった。これで入ってたら無鉄砲もいいとこやもんな。いやー、すごいわ。いや、だいぶ面白いっすわ。本当に。超クール。
はい、ということでね、彼のやっぱ強くなり具合が凄まじいね。本当にめちゃくちゃ強くなってるし、かっこいいし、ただやっぱね、なんでしょう、ちょっと力を試す癖がすごいね。どっかでなんかこう取り返しのつかないことになりかねないよね。今回もギリギリ、まあこのギリギリを言ったことによってやっぱすげえレベルアップするよね。こんなんでだって B とか言ったら雑魚やん、わかる？あの S に行っちゃってるから、まあ言うてね、あの門番でしかないけど、あれでケルベロスをやったことによって、雲より圧倒的に強いじゃん。で C やろ、じゃあ B のもの出てきても何のことはないやん。で A でちょっとやっこいなみたいな、めんどくせえなと思いつつも何度か倒せるじゃん。でそんなもんやったらもう多分 S の門番ぐらいはもう多分積み重ねでいけるやんからのみたいな。でもまあでも城の攻略はちょっともう一個何か必要だよね。もっともっとも蛇とか、蛇じゃねえや、あの雲とかいっぱいぶっ倒して、あのケルベロス大量に殺しまくって、やっと経験値分でね、あの入れるのかなっていうような印象を受けましたけどもね。いや、いいんじゃない？で、さらには、そのなんか、重要なものは、そこでパッともらって、はい、終了じゃなくて、いろんな素材集めないといけないよね。で、各素材をゲットできるところは、絶対難易度高いよねっていう、まあ、実質命を救う水だからね、あんなの。うん、相当だよ。それは、きついよ。ただ、このペースがね、いや、でも、早くはねえんだよな。早いっちゃ早いけど、そんなになんか、ね、すぐに S 級とかの話ですか？みたいな感じでもないんで、7話で。全然、なんか、ワンクールで終わる気はせんのよね。もうちょっといけそう。なんとなく肌感で言うと、これで今ワンクールなのであれば、まあ3クール完結な気もしないでもないですけどもね、なんとなくなんとなくね、10、11話では終わらんくて、次の分でどれだけ時間かけるかによってはね、まあある程度進んで、で次の最後のところで、まあ30話ぐらいで終わりそうな気もするんだけど、どうなんですかね。あの原作を知らないですからね、ただ本当に面白い、めちゃくちゃ面白い、これアニメ化して大正解やわ。本当にどうなんですか、あの口コミ具合というか人気具合っていうのは、どんなもんすかね。なんか俺の感覚的にはめちゃくちゃ面白いんだけどね、もっともっとなんかこう広まってほしいなというかね、やっぱとことん盛り上がらないとね、次の制作には至らないんで。ただなんかでも海外ではめちゃくちゃ人気って聞いたけどな。海外はもうなんかね、俺があのてか海外いるんだよ、ブラジルなんだよ、あのすごい人気なんですよ、すごい人気なんですよ。だからあの日本の具合がどんなもんか知りたいですね。うん、すごい人気みたいですよ、本当に。だからそういった意味では全然ね、次も公開されそうな。ただその時ではマジ字幕つけてほしいな。そこでね、これ唯一のマイナスポイントやわ。あのここまで見てて本当に思うのが、これはまあ俺の英語力の問題やね。英語力があればよかったんで俺が悪いんだけど、ただ現実問題英語力がないんで、なんか英語で出てきちゃうとその認識できないんだよね。彼が何かを読み上げてくれればわかるんだけど、俺本当に英語力ないからさ、I'm a pen のレベルだよ私はペンですそのレベルなんで、ちょっとね本当にそこだけはマジでもったいない、本当にもったいないね。せっかくこれ日本用に作ってんやろ、そこをなんかちょっと足してくれたらもうパーフェクトでしたね。その1個でちょっとこうなんだろう、先入観入り具合がちょっと完全に憑依合体できなくなっちゃうかなっていう唯一の、まあ問題点あげるならそこかな。それ以外問題点ない。あ、完璧。超最強の作品ですね。はい。皆さんいかがでしょうか。もろもろとちょっとコメント欄でね、ディスカッションできたらなというふうに思います。もう2月の18やから、もう今来たばっかやね、これ。来たばっかや。ここからはみんなと同じように1週間待ちっすね。つらっつらっ。はい。ということで今回こんな感じで締めていきたいと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。See you next time!